はい、こんにちは、福木わかめと申します。それではアイマナシーザムーン、今回デスタワーなるいかにもな名前のタワーを登っていきたいと思いますと思ったり、いきなりだな。こういうことね。撃ったらすぐ上に行けと、そういうことですね。よし。はいはいはい。こうか。危ね。何かあるとは。あ、びっくりした。もう行っていいのかな。よし、まんまとセーブには行けましたね。ここで、なんかちょびっと出てる針がやらしいな、この下。よし、ふふ、デスタワーと言いながらもね、待って、これやばいな。これどういくの。待って、デスタワーやばくない？なんかデスタワーの本気を見せられたんだけど。は？あ、なんか立てたな。こんな、生き方としてはなんかこうっぽいんですよね。これは数、こなしていくしか。上に出る、ここ、あう、惜しい。はい、最後がタイミング違うっぽいな。なんか小倉優子が過去に人生はやっぱりタイミングっていう曲 CD 出してたなってのを思い出しましたね。よっしゃ、いった。うお、よし。で、もう何があっても不思議じゃないからな。待って、これはどういうこと。まさか、多分あの黄色の針に、多分青もそうなんですけど、リフトが当たるとリフトがお亡くなりになってしまうので、多分リフトを動かして急いで黄色のスイッチ、青のスイッチと押しに行く感じですかね。マジで？それ以前の問題。あ、一段ジャンプでいけんのか。は、ここ一段ジャンプでいけるな。あう、遅かった。ちょっと横、復活すんの、また。まさかの針が復活。そんなバカな。よいしょ。早すぎたってこと？くす。しかもタイミングを見計らってスイッチを押さないといけないと。ここだ。あう。ちょっと待って。よし。行った。で、ここもなんかすごいな。ニュース。ダメか。じゃあ飛ばないとダメっすね。こっちか。また水だよ。ダメだ。ここは俺を得意の勢いで行ってみよう。はっ。あう。惜しい。惜しい。やっぱ勢い大事。じゃあ引き続き勢い任せで行ってみましょう。なんか俺その方がね、成功率良かったりするんで。ほら、やった。で、あ、下に行くのか。今度これもう一回セーブしても意味ないか。
あ、死んだ。ここ多分水あるうちに行っちゃえば楽だと思う。ほ、で問題はここだな。よし、よし。で、針がどんな動きをしてくるかだな。ここもやばいな。行くかも。なんかあのスイッチかなと思って打ったらすごいことになったな。上の方変わったなんか。はい。問題はこっからだわ。ちょっと待って。ここはもう勢いで行くか。それしかないでしょう。よいしょ。あ、で、撃って、下に出てくのか。なるほど。よいしょ。よし。さっきここをなんかスムーズに行けたのが、軽く奇跡なんで。あ、下がりながら撃つか。マジで、こっからが問題だわ。変わるのにワンテンポあるから左入るか。いやー、さすがデスタワー。さすがデスタワーだわ。その名に恥じぬ難しさだな。逆にこうか。ちょっとそっちの線で行ってみましょうか。あれ、あ、う、あ、でもいけんな。こんな感じか。針が突き出してくる前に右に行く。おし、くそ。で、この後もな、やばそうなんだよな。よいしょ。よし。は、よし。よし。よし。お、よし。針飛んでくんな。よし。ここは死にたくない。死にたくないよ。死にたくないぞ。ちょっと待って。おし、いった。やっといった。とりあえずなんかまだまだ続きそうなん、とりあえずまだまだ続きそうですが、このフロアぐらいはクリアしておこう。お前もか。これもう一回戻ろう。で、ちょ、待って。もう突っ込みたいところだらけなんだけど。え？これ。お前もかい。すごいぞ。ここももうトッポ状態だ。最後まで罠びっしりだよ。うわ、こんなん。予想はなんとなくしてたけれども。なんてすごいタワーなんだ。は、は、ほい、は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 い。おう！これもうさ、何があるかわかんないって。う、え、そういうこと。え、もう何があってもさ、不思議じゃないんだって、ここ。う、う、え、え、うちょ、待って、届かない。え、ここマジでさ、どう行くの。え、あそこのジャンプかな、全然届かないんだよな。どう行くのが正解。行った。なんかわかんないけど行った。なんだ、なんか 2,30 分あそこでずっと止まってたんですけど。ん、あ、こういうことか。これむずいな。ほ、あ、でも意外といけた。ほ、ここなんかあるでしょ。
なんかあるでしょ。何もありませんってお前あるじゃん。ここ本当なんで行けたんだろうな。本当2、30分ずっと止まってたんだけど。よし、さらば。よし、じゃあとりあえず、別のフロアまで来れたので今回この辺にしておきましょう。次回またこのデスタワーの続きをやっていきたいと思います。はい、それでは、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。